相馬長種相馬長種から1924年1月26日は、日本の政治家、法学者、経済学者、大現人、横浜賞金銀行頭取、先週学校創立者の一人、校長、先週大学創立者、初代学長、先週大学第七代総長の相馬勝夫は孫、大見国ぬかみ群彦根を待つ町で、彦根藩士の家に生まれる。 この相馬氏は、下佐相馬氏の一族で、代々彦根藩に仕えていた。母親戦争では、官軍として奮闘。明治維新後、安井側県に学び、1870年に彦根藩非留学生として渡米へ。ミシガン収納学校で学ぶが、1873年に文部省からの一斉帰国命令により、やむなく一時帰国する。再渡米後、 1875年にコロンビア法律学校に入学。同期の日本人留学生に徳川後三協の清水や当主徳川厚島森と鳩山和夫文部省の留学生監督に目形種太郎がいた。図書館で判例を制読し、模擬裁判では米人学生にごして活躍した。その後、エール大学大学院に進学し、経済学を収めるとともに、 田尻根次郎と出会う。内務省からアメリカの商業事情調査に派遣されていたコ務ムチともつねやラトガース大学で経済学を学んでいたコマイアツカクとも出会う。サイト米中の間には法学とのクラブ、日本法律会社や様々な学問分野の留学生による学術クラブ、工学者の結成に関わるなど社交的な人物であった。 1879年に帰国後は、福沢諭吉や目形と親しくし、慶応義塾夜間法律家の初代講師となった。その後、1880年6月に、司法省付属大原人への就任を経て、同年9月に、田尻、目形、小前と共に、先修学校を創立。初代校長並びに、初代学長を務めた。なお、 司法省付属代言人は最初の3人のうちの1人であった。また、横浜商金銀行の取締役、同銀行内外法律顧問、頭取を歴任した。ありがとうございます。